はい、フリーランスライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。この動画はですね、今回は360度 VR 動画ですので、Windows とか、Mac とかこうパソコンでご覧の方とか、あとスマートフォンでも、アプリで YouTube アプリでご覧の方はこうグリグリっとしていただくと、あの全天球見えますので、ご覧ください。またあの VR ゴーグルをお持ちの方はですね、スマートフォンをあのこう VR ゴーグルに入れて、YouTube アプリの、VR ボタンを押していただくとですね、自分の向いた方向に、視点が行きますので、そちらでもお楽しみください。で、今日はですね、海外旅行便利グッズ、便利アイテムのですね、以前来ましたけど香港もう一度来ました。で、今日はですね、皆さんに100万ドルの夜景ではないんですけども、100万ドルの夜景の昼間バージョン、をお送りします。これはグリグリっと回転させて、反対側、私の顔を見ずに反対側を見てみてください。雑誌とかテレビでよくご存知の、100万ドルの夜景の昼間バージョンを、ご覧いただいています。はい、できれば戻ってください、こっち。はい、ということで、今日はですね、便利アイテムを何個かご紹介するんですが、実はですね、物があるのは一つだけなんです。ここに物があるのは、あとは全部日本にあるか無形のものサービスですので、記事の方に詳しい写真とか貼っておきますので、そちらの方は、ぜひご覧いただきたいんですけども、まず今360度の、全天球カメラで撮影してますけども、これ私のものではありません。借り物です。で、レンタル品っていうのは数多くありますので、別に珍しいことではありません。ただ例えばですね、これはリコーのシータ V っていう、カメラを借りてますけども、このシータ V を買おうと思えばやっぱり結構な値段はしますので、そういそれとはですね、買うことはできないんですね。で、借りるにしましても、なかなか手続きが面倒くさかったり、あれやこれやで億劫になったりするんですけども、実はですね、このレンティオっていうサービスで、借りてきました。だからこのカメラは私の持ち物ではありません。借り物です。ただ物によってはですね、このレンティオのいいところは、気に入ればですね、そのまま、中古品価格ではありますけども、お金を追加で支払って買うことができます。自分のものにすることができます。ですから、こういうリコーのシータ V なんて結構高いですので、高い買い物をして、もしも不満があった時にはもう取り返しがつかないですが、あるいは海外旅行の時だけ使いたいとか、ちょこっとだけ試してみたいとか、あるいは機能をですねチェックしてみたいとか、もちろんお店でもチェックできると思いますけども、なかなかお店では使える範囲っていうのは決まってますので、何日か使ってみればよくわかると思います。で、そういうのを、試せるこのレンティオっていうのは、特に身分証明書とか必要なくてですね、そういう登録も必要ありません。簡単に借りれます。で、支払いもですね、通常はクレジットカードだけっていうのが多いんですが、意外と幅広い、支払い方法っていうのを提供してまして、その辺もどんな方でも借りやすいんではないかと思います。あとは、今私たまたまカメラ借りてますけども、例えば一眼レフカメラとか、ビデオカメラとか、別にカメラに限らずいろんな電化製品とかですね、サービスっていうのをレンタルで提供していますので、ホームページ覗いてみたらよろしいかと思います。別にカメラに限ったことではありません。例えば GoPro とかね、あれも高いですので、なかなか買うわけにはいかないですけども、比較的、安価にレンタルすることもできますし、またそのまま買うこともできる製品もあります。で、やっぱりこのレンティオのいいところはですね、返却もですね、到着も早かったんですけど、到着した時の箱をそのまま返却に使うんですよ。で、そういうふうにリサイクルできるように、返却にも使えるような箱になってます。で、なってるんですけども、返却期限ってありますよね。あれは必着じゃないんですよ。自分の手を離れた段階で、返却扱いになるんです。例えば今日
返却日だとしますので、そうすると今日の23時59分までに箱に詰めて、例えばあのコンビニとかに持って行って、宅配便のとを取り扱っているコンビニに持って行って差し出してしまえばそれで、完了です。何月何日までに返却ってそこに必着ではありません。そこがいいところだと思います。まあ、あとはホームページずっと私も自分で注文してレンタルの注文して思いましたけど、チャットとかねそういったのでこう分かんないこと聞けるとかねこういろいろ相談ができたりするんですよね。例えばこの全天球カメラでも種類いっぱいあるわけですけど、具体的にこういうので使いたいんだとかですね、こんな風な用途なんだけどってい う, こう具体的な相談ができたりするのもですね、失敗しない選び方じゃないかと思います。まあ、今回はこのリコーのシータの、レビューじゃありませんので詳しくは言いませんけども、もちろん素晴らしいなと思う点もありますし、不満な点もあります。でそういったのもですね、要はお金出して買うとなった時に、実際にこれ借りてみてですね、借りてみて使ってみて、いいところと悪いところともちろん製品ですからあると思うんですけど、それを天秤にかけてこれだけお金出して買ってもいいなという方が勝れば安心して、返却した後に買うことができると思いますし、またそのまま買えるものであれば比較的お得な値段で、そのままレンティオから購入することもできるという、比較的新しい形のレンタルシステムではないかというふうに思います。まあ、今回これのおかげでですね、この360度のこう VR 動画っていうのをですね、私初めて使ってみたんですが、楽しむことができました。編集とか、そういったので多少のこう慣れはいりますけども、慣れてしまえばスマホでできる、まだスマホでそういったアプリが提供されてたりしますので、よろしいかと思います。GoPro とかね、こう例えば南の島とかに行かれる方は防水ができるハイ GoPro みたいなアクションカムっていうのを借りてみたりとか、あれは大事な例えば結婚式とかですね、子供の運動会とかいう時にちょっと気の利いた望遠のついた一眼レフカメラを買うと何十万もしますから借りたいっていう時にもいいかと思います。あとなんか掃除機とかもありましたね。いろんな電化製品ありますので試してみてください。では次いきます。次はですね、物がないですよ。今のものないんですけども、記事のですね写真ご覧になっていただくと、こういろいろデバイスが、ちっちゃいデバイスがですね、こうガタガタっていっぱい何個か集合した写真があると思うんです。で次はこれの紹介です。これはいわゆる IoT の製品です。これらのデバイスっていうのは全部一つ一つ単品売りでして、これを必要な用途に合わせて集めてって言いますか、買っていくとですね、ホームセキュリティが完成したり、あるいは遠隔操作が完成したりします。で写真のですね、中にこうキューブ状の四角いデバイスがあると思います。これキューブ J っていうんですけど、これが核になります。でこれをコンセントに差し込んで、これ自体の機能っていうのは本来的には家のスマートメーター、電気のメーターですね、スマートメーターと無線で接続をして、リアルタイムで電気の使用量とかを読み取る、そしてそれを外出先でスマホで見ることができるっていうのが基本的な機能です。ただこれには電力会社との契約がいります。契約自体無料ですけども、ちょっと時間がかかるので私時間がなくてやっておりませんが、契約すればスマートメーターからの、使用電力量っていうのが、常時、スマートフォンで確認することができます。で、カメラがそこに入ってると思うんです。でカメラもこれも別売りなんですが、これは USB カメラでして、そのキューブ J に直接 USB で接続します。でこれはですね、赤外線暗視装置がついておりまして、暗くなると自動的に赤外線ライトがつくようになってます。でこれを遠隔操作することができます。でひし形でですね、ひし形のデバイスが2つあると思うんですが、これの1つがモーションセンサー、動きを検知するセンサーです。でこれと連動してですね、動きがあった時に、はっつけたところに両面テープで貼るんですけど、私ドアに貼ってますけど、モーションセンサーに動きがあった時にはこのカメラがですね、自動的に前後30秒ぐらいの動画を撮るんです。
でそれを即時にスマホに知らせてくれることができます。でそれを再生することもできますし、もし本当に不審者だった場合はそれをダウンロードして、録画したのをダウンロードして証拠として使うこともできます。でもう一つのひし形のデバイスは、これは温度センサーです。温度と湿度センサーですね。だから温度、まあ、これも私ドアに貼ってますけども、あの外出先から例えば部屋の温度とか、湿度とか、そういったものをですね、検知することができます。まあ、どういうふうに使うかっていうのは人それぞれだと思いますけども、まあ、もちろんあのキューブジェとカメラの組み合わせで、あとモーションセンサーですねの組み合わせで防犯、装置があの完成します。で気温センサー湿度センサーはですね、例えば自分の家の例えば窓ガラスとかに貼っ付けておくとですね、自分のこう部屋の、まあ、外気温っていうのがある程度ですけども分かると思います。そうするとあの常に暖房をつけてるとか常に冷房をつけてるとかいう時にですね、あ外は意外と涼しいんだとか意外と暖かいんだとか、そういったのが分かるということにも使えますし、あとはあの例えば一人暮らしのお年寄りを、遠隔地にお持ちの方なんかはですね、部屋なんかに貼っておくと、まあ、本当はあの家にいる時間なのに、冬なのに寒いとかですね、夏なのに冷房がかかってないけど熱中症大丈夫かなということをその温度と湿度から監視することができるかと思います。もちろんそれはキューブ J につないでインターネットでつないでおかなくちゃいけないのは言うまでもないんですけども、でもう一つですね、ちょっとリモコンみたいな形のデバイスがあると思うんです。これはリモコンです。でエアコンのリモコン、エアコンのですね遠隔操作をすることができます。でこの中にも、温度センサー湿度センサーが入ってますので、ちょっと私出国するのに時間がなくて、設定はできなかったんですが、アプリはですねこういう形でアプリが入ります。で今インターネットに接続してますけども、操作っていうふうに書いてます。で、どうやって操作するのかっていうと、インターネットにつなぎましてですね、今つないでないのかな、インターネットにつないでおればですね、今のその家に置いてきてる、東京の家に置いてきてる、カムですね、テレビカメラが、どういう状況なのかっていうのが、これで分かるようになってます。で、今接続中って出ました。ですね、こちら側がカムでこちら側が、リモコンですね。でカムの方をクリックするとですね、タップするとですね、カメラの映像が、まあ、こんな風に出てきます。今白黒で今玄関の足元に置いてます。でなんで白黒なのかっていうと、当然玄関閉まってますので電気も切ってますので真っ暗なんです。真っ暗なんですけども、あの赤外線ライトが照射されてますので、白黒ですが明るく映っているということです。で、リモコンはちょっと設定してないんですが、今の東京の私の部屋の湿度と気温16度 36% というふうに出てます。なので、これでリモコンを設定しておれば、さすがに海外からエアコンの電源入れることはないですけども、ちょっとした外出先に少し早めに30分前とか1時間前に暖房や冷房の電源を入れることができます。機種によっては温度設定とかもできるようですので、それはそれでよろしいかと思います。で動きが検知されたりですね、設定の温度とか湿度を超えると自動的に通知されます。そうすると、ここに一覧として出ますので、その動画が録音できたり、録画できたり、見たりすることができます。ただまあ一つだけ言えばですね、自分自身がドアを開けたらすぐにスマートフォンに通知が来ます。それ当たり前ですね。あと自分が部屋に入った時にもすぐに通知が来ます。これもしょうがないと思います。はい、まあちゃんと動作してるかっていうのが、分かるというチェックにはよろしいかと思います。はい、これがキューブシリーズ、キューブ J シリーズでした。もう一つものはないんですけども、またものはないんですが、これは日本でも使えます。無料のスマートフォンのアプリです。で日本ではまあ普通に公共の Wi-Fi とか
接続するのはそんなに難しくないですが、海外に行った時にはどこにその Wi-Fi があるのか分かりませんし、どうやって繋いだらいいか分かりません。まあ、ここ香港なんかは中国語と英語併記ですので、大体が、まあ、英語でなんとかなりますが、マカオは英語は一部しかなかったりします。英語とポルトガル語だったりします。あ、すいません、中国語とポルトガル語だったりします。でそういう時にですね、便利なのが、タウン Wi-Fi っていうですねアプリがあるんです。でこのタウン Wi-Fi っていうアプリがあるんですが、これはですね、世界中の全部じゃないんですけども、例えばこの近隣だと中国はダメです。中国はちょっとシステム的にですね、あの中国の電話番号で、パスワードを取得しないと、公共の Wi-Fi は使えないシステムになってますので、中国の SIM と電話を持ってないとダメです。で香港、マカオ、台湾、韓国あたりは使えます。実際に私ここ香港とマカオでやってみましたけど使えました。今もですねピークトラム&ピークタワーというところに勝手に接続してます。私何も操作してないんですけども、このアプリを入れておくと、自動的にあの接続して今 Wi-Fi が使える状態になっています。で接続履歴ということで、例えばマクドナルドとか吉野家とかですね、実は香港にも吉野家あるんですがフリー Wi-Fi あります。とかあの銀行のですね Wi-Fi につないだあの履歴とかですねいうのも残ります。で、まあ、どれくらいこう Wi-Fi で利用したかとかですね、その通信量とかも出ます。あともう一つ特徴なのはですね、Wi-Fi 通信保護ということでいわゆる VPN 接続もありますが、ちょっとこれはですねあまり精度が良くないのと、あとちょっと手動では、制御できないっていうところがありまして、確かに VPN、まあ、バーチャルプライベートネットワークっていうんですけど、 VPN を使うことによってどこの馬の骨とも分かんない Wi-Fi に接続してもですね、非常に安全だっていうところはあるんですが、それだけじゃなくてですね、本当は日本国内じゃないと接続ができない、例えばニュースサイトであるとか動画サイトであるとかそういったところに接続するときには VPN は必修なんですね。あとはこのアプリ自体は使えなくても、例えばこう使えない中国とかに行ったときには、Google も使えませんし、インスタも使えませんし、ツイッターも使えません。でも VPN で日本に接続しておくと使えます。でそういった面でもその VPN っていうのは、必要なので、これが改善されればいいのかなというふうに思いました。まあ、あとはその自分の家とかですね、部屋とかそういったところを Wi-Fi 化してほしいなっていう要望をですね出すこともできます。でそういった要望を出すと、この運営会社がですね、例えば大家さんとか管理会社とかそういったところで交渉してくれるかもしれないっていう、そういう機能もあります。あとは不具合とかがあれば言って、いけばですね、まあ、このアプリにちゃんとそういう申告する、機能がありますので、で申告すると実際に改善されるかもしれないということであります。非常に便利です。無料ですので、日本国内で入れっぱなしで勝手に Wi-Fi つながってますし、海外でもこの辺だと中国以外だと大体大丈夫です。ただ今言いましたように問題はVPN 機能がちょっと、使いにくいなというのだけが ありますが、これを自由に、手動でどんな、回線でも使えるようになれば、もっと、ヘビーユーザーでも使いこなせる必修のアプリになるんじゃないかと思います。さて最後にですね、物があるやつ、唯一物があるやついきます。これです。はい、もうランドリーって書いてますからね、分かると思うんですが、実はこれ小さいのもあります。ランドリー何かというとランドリーバッグです。でランドリーバッグなんですが、これ実は白もあります。ここに持ってきたのは紺ですが、ショーの方はですね、ショー中かな、こんな風に持ち手がもちろんついています。ランドリーバッグですので、中こう仕切りがありまして、例えば小さな下着とかですね、靴下とかはこちらに仕切りのところに入れて、まあ、持ち運べるわけです。で持ち運べるだけじゃなくて、このまんま洗濯機に放り込んで大丈夫です。ランドリーバッグに入れて、
このまま持っていってそのまま放り込んで大丈夫です。でその時にはあの洗濯機に放り込む時にはこう持ち手を内側に入れてチャックを閉めるわけですが、この金具が外に出て当たらないようにちゃんと金具を収納するようになってますので、こういうふうに入れてしまえば金具が外に当たりません。でこの台の方も、持ち手はありますがちゃんとジッパーもですね入るようになっています。でどういう、まあ、女性なんかは特に海外旅行で、まあ、ホテルに泊まる場合なんかはあの洗濯機のついているホテルはないと思いますので、まあ、自分で部屋の洗面所で洗うか、あるいは、ランドリーサービスに出すかということで解決するんですが、例えばコンドミニアムとかですね、最近流行りの、まあ、民泊みたいなところに泊まる場合はですね、まあ、自分の部屋とかあるいは共用かもしれませんけども洗濯機がある場合があります。でその時にあの、まあ、普通はもうねコンビニ袋とかああいうものに入れて持っていくしかないと思います。まさか下着をそのまま手に持って裸で持っていくことは、まあ、男性はあるかもしれませんけど女性はないと思うので、でこういったランドリーバッグだと外からほとんど見えませんしメッシュですし、またそのまんま、放り込めますので洗濯が終わったらそのまんまカバンごと部屋に持って帰って干せばいい、ついでにカバンも干してしまうというバッグも干してしまうということですね。で男性はですね、まあ、そういう使い方でもいいんですけども意外とこれ外から見えないんですよ中が。で通気性がいいので軽いんでですね、しかも結構ソフトです。なので、小物入れのバッグに使えると思います。あとはあのビーチリゾートなんかに行くときは例えば水着とかですねタオルとかあのそういったものを入れておくとですね、上からシャワーで水をビャーッとぶっかければ多少あの塩水海水は落ちますし、まあ、私みたいに機材あの撮影機材なんか小さいものなんかを入れておくのにもいいと思います。意外とこうメッシュなんでソフトなんですよね。ですので結構守ってくれますので私はそういう使い方をしてます。もちろんランドリーバッグとしても使えますので、白それから紺、それから大小と ありますので、用途に合わせて選んでいただければよろしいかと思います。女性は本来の使い方で男性は本来の使い方プラス普通のバッグとしてお買い物バッグねエコバッグとしても使えるんですよ。昨日ちょっと使ったんですが香港でお茶買ったんですけどちょっと意外と袋が多くてですね、セカンドバッグに入らなかったものですから撮影のためにこれを持ち歩いてたので、これの中にお茶っ葉をですねもちろん密閉されてますよ。お茶っ葉を入れて、持って帰りました。はい、そんな使い方もできますということで、いろいろとご紹介いたしましたけども今回は有形のものがですねこのランドリーバッグしかありませんでしたのでほとんど口で喋る形になっちゃいましたけどもいかがだったでしょうか。もちろん日本国内でも普段使いでもできる、ものばかり、を集めてみましたので今回は海外旅行に特化ということではありませんけども、できればですねご自身の、ライフスタイルあるいは旅のスタイル、普段のこう過ごし方、なんかに合わせてですね、選んでいただければまた参考にしていただければよろしいんじゃないかと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。詳細は記事の方でご確認ください。以上香港の100万ドルの夜景の昼間バージョンからお送りしました。どうもありがとうございました。